こんにちは。私は今楽天銀行を利用しています。もと元々 E バン銀行っていうのを使ってたんですけども、2009年から楽天銀行に変わりました。私は E バン銀行の口座はあまり使ってなかったんですけども、楽天銀行になっても使っていませんでした。ですので、えー、口座はあるけど利用してないって感じでした。ですが今年から楽天銀行を楽天ゴールドカードの引き落とし口座にしましたので、今は楽天銀行を利用するインドは多くなっています。 今回は楽天銀行を利用するメリットとデメリットを調べてお伝えしたいと思います。まずは楽天銀行のサイトを見ていきたいと思います。こちらの動画をご覧ください。こちらは楽天銀行のサイトになります。では見ていきましょう。楽天銀行の安心安全の取り組みについて、選ばれて900万口座。 900万口座突破、ネット銀行口座ナンバーワン、2020年の6月楽天銀行調べ。楽天銀行が選べれる理由ですね、えー。そちらに書いてありますね。このような理由ですね。えー、詳しくは後ほどお伝えします。口、えー、座手続きは3ステップで完了。お申し込みから最短7日でキャッシュカードをお届け。えー、1、口座開設のお申し込み。2、 本人特定事項の確認3初期設定して利用開始最大3分で申し込み完了お申し込みは今すぐということでですね、えー、商品とサービスはこちらのようにやってますね、えー、キャンペーン入出金振込送金貯める増やす支払う借りる備える楽しむ資金を管理するあとはアプリですね。 あとこちらには手数料一覧金利一覧セキュリティご両時間メンテナンスなどが載っていますあとおすすめ情報お得なサービス楽天銀行と一緒に行うと便利なサービスなどが載っていますあとお知らせとプレスリリースですね次にですね楽天銀行のメリットを見ていきたいと思います楽天銀行が選ばれる6つのメリットということでウェブで簡単講座解説 1, 1近くのコンビニエーティングで24時間365日利用可能 2ATM 手数料0円最大月7回まで3高を振込手数料0円最大月3回まで4楽天ポイントがたまる使える5来店不要スマホでサービス利用六6楽天銀行ならではの高金利さらにということでセキュリティについての不安も楽天銀行が安心の体制でサポートとなっています。 まず一番目、近くのコンビニ ATM で24時間364日利用可能ということで、こちらのですね、えー、銀行やあコンビニなどで利用ができるとなっています。あと ATM 手数料0円、えー、最大月7回まで、えー、手数料を禁止する近くのコンビニ ATM や銀行 ATM で入手金がお得にできます。で、ハッピープログラムっていうのはですね、でハッピープログラムを利用することで、えー、月最大7回無料になります。ハッピープログラムに関してはあ後ほど説明します。 3番目としてタコを当てて振込手数料が0円、えー、月最大3回までですね。あとは楽天ポイントがたまる使える。えー、給与受取振込口座振り替えでもポイントがたまる使えるということになっています、えー。次5番目ですね。スマホ冷蔵ーー高消化や振込等のサービスが利用可能であるということですね。で6番目が楽天銀行ならではの高金利ということで。 えー、店舗を持たない等で、えー、低コストの代わりに高金利を実現預金のラインナップも円外貨など多数ご用意してますということで,ですね、えー、楽天証券との連携で、えー、優遇金利が適用されるということですね普通金利はあ5倍になるということですあとセキュリティですねセキュリティに関してはあ取引通知メールはワンタイム認証セキュリティカードの認証あ合言葉認証ですね、えー、これらで、えー、保護されるということですね こちらはハッピープログラムの紹介になります。では見ていきましょう。使わないなんてもったいない。ハッピープログラムにエントリーするだけで楽天ポイントの獲得倍率が最大3倍。ATM 手数料最大月7回。振込手数料が月最大3回無料になるということですね。気軽に使ってもっとハッピーに、ハッピープログラムでできること。まずハッピープログラムとはということで、ハッピープログラムは楽天銀行のお客様の優遇プログラムです。 エントリーするだけでお取引ごとに楽天ポイントがたまり楽天ポイントを振り込み手数料に利用できるようになりますまた ATM 手数料が月最大7回振り込み手数料が月最大3回まで無料になるとここでエントリーができますね、えー、どんな優遇があるかってことなんですけどもハッピープログラムでは5つのステージを用意ベーシックアドバンストプレミアム VIP スーパービップの5種類の会員ステージを設けそれぞれにお得な特典を用意しているということなんですね 会員ステージごとにですね、利用できる手数料とかですね、ポイントが変わってくるってことです。会員ランクなんですけども、スーパービップ、ビップ、プレミアム、アドバンスト、ベーシックがありますね。で、ATM 利用手数料とか他行振込手数料、楽天ポイントの獲得倍率とか、これがですね、変わってくるということですね。ちなみに私はですね、だいたい VIP かプレミアムぐらいですかね。 で、ポイントなんですけれども、ポイントはですね、ATM 手数料が月最大7回無料になる。あとは、あ振込手数料が月3代、最大3回無料になる。楽天ポイントが貯まる獲得倍率は最大3倍になる。楽天ポイントを振込手数料やデビットカードの支払い、外貨残高のお預けりに使えると。で、会員ステージを上げることですね、えー、このためにはですね、 え、以下のようなことをするといいです。ちなみに、会員ステージは毎月25日の終了時点のお預かり資産残高、または、前月26日から毎月25日の対象貯品のサービスのお取引件数で決定する。つまり、預けている資産とサービスのですね、利用回数などによって、ステージが変わってくるということです。お預かり資産残高を増やすことで、ステージが上がりますね。 あとは取引件数の対象となる商品サービスを利用することでステージが上がります。その他にですね、ローンの借り入れプラス楽天銀行口座の返済口座で会員ステージがアップするということになります。あとはこちらに注意事項と特典の進展について、給与所要年金の受け取り口座の指定に関してなどの説明があります。次にですね、キャンペーンについてちょっと見ていきたいと思います。 例えばですね、新規口座開設された方検定だとですね、現金最大2000円プレゼントとなってますね。これは現時点であるんですんで、またこれは内容変わるかもしれないんですけど、いずれにしてもですね、楽天銀行の口座を作るときにですね、何らかのキャンペーンを行われていると思います。まあ、エントリーをしてですね、それで口座開設することで、現金がもらえるということですね。その他ですね、いろいろなプログラムで利用すると、 合計で現金最大3800円がゲットできるということですね。1、5万円以上の給与を受け取って500円もらえると。2、口座振り替えの引き落としがあると最大500円もらえると。あとは、楽天市場での楽天カードをご利用代金を楽天銀行で引き落とすとプラス1倍になります。私もですね、これを利用しています。次に3番目、マネーサポート新規登録と金融機関登録2社以上で100円。おまかせビッグに登録と一定以上の購入で500円。 ページの利用で100円楽天銀行コンビニ支払いサービスの利用で100円外貨預金2万円以上の預け入れで200円もらえるという,うになっていますさらに本プラグとは別エントリーでさらにゲットってことで楽天証券講座開設プラムで1000円ゲットとか楽天銀行デビットカード新規入会利用プラムで800円ゲットとかこのようなプログラムも用意されていますね 以上です次に楽天銀行を利用するメリットとデメリットについてまとめていきたいと思いますまずはメリットですね、えー、メリットはこちらのようになります最大3分で申し込み完了最短7日でキャッシュカードが届く新規口座開設で現金がもらえるなどのキャンペーンがある楽天カードの利用代金の引き落とし口座を楽天銀行にするとポイントがプラス1倍となる コンビニや銀行の ATM で入出金ができる提携先の ATM 手数料が最大で月7回ほど無料になるこの無料になる回数なんですけども会員ステージによって変わります他行宛ての振込手数料が最大で月3回ほど無料になるこちらもですね同じく会員ステージによって変わります取引に応じてポイントが付与される給与の受け取りとか振り込みとかあ口座振替などですね パソコン、スマホタブレットのどで残高照会や振込などが利用できる。楽天証券と紐付けすることで金利が優遇される。普通預金金利があ5倍になります。続きましてデメリットですね。楽天銀行を利用するデメリットはこちらです。ディステンポがないので対面相談もできない。他のネットの銀行に比べると振込や ATM の利用手数料が高い。 いかがでしたでしょうか。がででししたょう楽天銀行を利用するメリットとデメリットについていろいろお話ししてきましたまずメリットなんですけれども楽天のサービスを利用することが多いなら楽天銀行を利用する価値はあるかと思います特にポイントのプラス1倍になるのは大きなメリットです私も楽天のサービスを利用する頻度が上がったので楽天銀行をよく利用するようになりました次に楽天銀行を利用するデメリットですね 振込や ATM の利用手数料の無料回数は他のネット銀行に比べると条件が厳しいんですけれども私はそれほど振込みや ATM の利用をしないのでデメリットはそれほど感じてないですね。ですのでメリットとデメリット総合的に判断していて私は楽天銀行は結構いいと思っています。 ただ個人的にはですね先ほど言いましたように楽天のサービスをよく利用する人例えば楽天のクレジットカードを使うとか楽天市場でよく買い物をするとかそういう人は楽天銀行を利用するのがいいなって思います一方でそれほど楽天のサービスを利用しないなら楽天銀行ではなくですね他のネット銀行にした方がいいと思いますあと楽天銀行に今後望むことなんですけれどもやはりセキュリティ対策と毎日トラブルがあった時の対応ですね これをですねしっかりやってくればいいなと思いますまあ今までトラブルに遭ったことはないんですけれどもやはりインターネット銀行はセキュリティやトラブル人の対応にやはり不安がありますさて今の金融の流れからしますとインターネット銀行を利用するのは普通になりつつあります大手の都市銀行などもいずれネット銀行がメインになっていくと思いますしねあなたは楽天銀行についてどう思ったでしょうか 今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。